狙うはデカージということで、釣れるかどうかはわからないんですが、とりあえずやっていきたいと思います。天候は晴れ、風速はそこまでありませんでしたね。3メーターぐらいでした。で、潮は流しをということでやっていきたいんですが、この時すでにもうね、やり始めて3時間ぐらい経ってるんですが、全く釣れてくれない。アジがおそらくでいるんですけど食ってくれない、そんな状況でしたね。はい、ちょっとねこの時は仕事終わりにね、車を走らせてかなりね下の方に下っていったんですが、あのでかいアジを求めてね、それでもね反応が薄かったです。でやってるうちに何かコツ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 は当たってくるんですよね。これ今ね表層を釣っています。ほらゴンゴン来るもん、ゴンゴン当たるけど、ロアンってことは小アジなんかな。おそらく小アジなんかな。今言ったように小アジであったりとか小サバであったりとか、その他に考えられるものとしたらやっぱりカマスであったりとか。ただ今これやっているのが真っ暗なエリアなんですよね。あの普段やっているエリアとはまた違うんですけど、まあテトラ隊はテトラ隊なので似たような感じで釣っていっているんですが、結構ね浅いんですよね。手前がもう見えてるぐらいかな、ボトムが。なのでまあなるべくね、あの遠投を刺してガン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 誘う釣りっていうのを意識してやろうとこの時思ったんですが、誘うとあまりね反応が良くなかったので、まあなるべく遠投させて沖の一点を釣っている、そういった感じで今回これ攻めています。やっててね、もうアジいなさそうだなっていう気配がバリッバリ感じたんですよ。っていうのは無数のフグがすごいんですよ。本当にねもうすごいフグなので、これ今ガルプつけてやってるんですけど、絶対ダメですね、もう。後ろかじられたりとか、直近の当たりやつ。毎回して苦戦してるんですが、その中でも、ガルプつけてちょっとやってるんですけどね。惜しいな。フグがいるっていうのはちょっと状況が良くないんですよね、アジングにしては。よく聞かれるのが、どうしてフグがいるとアジングでは良くないのかって聞かれるんですけど、フグって結構臆病な魚なんですよね。なので、こう泳いでいてもアジとかの群れが来た場合、フグって散ってしまうんですよ。アジの群れが怖くて隠れちゃったりとかするので、なのでまあそこをねバロメーターとして見るっていうのもありなんですよね。僕がアジングをしていて、やっぱり、ね、アジがたくさん釣れている時ってフグいないですもんね。でアジがいなくなった途端にフグが出てくる、そういった経験をされた方もたくさんいると思うんですよ。なのでもう僕の場合はフグがたくさんいたらもうすぐに移動します。これがフグ対策ですね。夜はね、常夜灯に行けばほぼね間違いなく小アジとかはね遊んでくれると思うんですよ。ただ危険なのがこう毒を持った魚、例えばゴンズイであったりとかね、そういった魚が結構湧くので、まあ、そういったところも注意してやっていった方がいいですね。一方デイアジングの場合はやはり狙うのであればシェード付近ですね。あとは、やっぱりその岩礁帯とかね、根があるところとかを重点的にこうなんていうんですか、だから水中に障害物があるところっていうのを僕は攻めていることが多いです。この季節になると、セイゴとか、あとはカマスであったりとか、アジが一緒に泳いでいる時があると思うんですけど、これって、共存はするんですよね。なので、とね、初心者さんは、セイゴにアジが食べられるんじゃないかとか思われると思うんですよ、やっぱり。ただ、アジね、バカじゃないんで、慈愛っていうのが、やっぱ魚の中でもあって、わかるらしいんですよね。だから、生後がボコ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 食い出すときって、アジ全くいなくなるんですよ。で、生後の捕食タイムが終わると、アジで戻ってくるんですよね。なので、そのチャンスの時間帯っていうのも、魚が教えてくれるので、この季節っていうね、魚を見ていると面白いと思います。さあ、ワーム変更をしました。そして、ちょっとね、プレッシャーをなくすためにも、ライトはね、赤色にしたんですが、
で、この時はガルプ投げてたんですけど、やはりね、餌取りに苦戦されて、もうこれやってられないなという状況なんですよね。なので、ちょっとね、ガルプではなくて違うワームにしました。本当はね、匂いなしのワームを使いたかったんですけど、この時持ってきてなかったんですよね。ある程度使うワームっていうのはもう絞られている感じなので、持ってきてなかったんですよ。コツコツ当たって。ちょっとそこが失敗でした。で、ここで釣り初心者さんに、ぜひともね、覚えておいた方がいいことなんですけど、ゴンズイっているじゃないですか、毒の魚ね。もしあれに刺された時の対処法なんですけど、もし何らかの不注意で刺されてしまった場合っていうのは、すぐにジェットボイルか何かを持っていたら、ぬるま湯とかでつけてください。そして毒を絞り出してからつけると、少しだけでもね、痛みが緩和するので、でもしね、どうしてもそういうね、お湯とかないじゃないですか、持っていることってあんまりね。そういう時っていうのはもうね、付近のコンビニ行って事情を説明すると、大概ね、お湯くれます。なので、毒だけね、しっかり絞り出してからつけることをおすすめします。それですぐに病院にね、行ってください。そうすることによって痛みとかっていうのは緩和されるので、必ず覚えておいた方がいいと思います。この季節ってね、まあまあ多いんですよね、結構刺されている人が。なぜかといえば、やっぱりね、暖かくなって、今まで釣りしなかった方が釣りをして、知識がない状態で海の魚を釣って、触ってしまうっていう状況があって、で、ゴンズイなんかでも、結構皆さん知らない方がいて、足でね、踏んづけて取ってやろうとかって考えてるんですが、絶対あれやめてくださいね。なぜかといえば、ゴンズイって、背びれに、ものすごい、硬い白い毒針持ってるんですよ。その毒針が超危険。何が危険かって言ったら、こう危険を察知すると、ピーンと立って、背びれからグッと出るんですよ。これってね、普段見えてないんですよ、この白い毒の針っていうのが。なので、危険を察知すると、やっぱ出てくる。そういった感じなので、はい、気をつけてください。この毒針っていうのは結構硬くて、なんて言うんでしょうね。もうクロックスあるじゃないですか。夏に履くようなサンダルね。あれなんかだと一発で貫通しますからね。本当に危険。意外と知られてないんで、気をつけてください。あと、死んだゴンズイっていうのも、堤防でね、触っちゃダメですよ。毒抜けてないんですよ。これがゴンズイの厄介なところです。なので、気をつけてください。さあ、そろそろね、釣りの方に戻っていきたいなと思うんですが、10分休憩した後に釣りやってます。釣れなかったら、こう、必死で魚を追い求めがちなんですが、それって、やっぱりね、僕釣りやってて、集中力が切れるし、なんか自分でやってて雑になって感じるんですよね。なんかいい加減に釣っているよりは、やっぱり休憩を挟んで、もう一回集中力とかね、メンタルを回復した後にやった方が、必ずね、連れてくる可能性っていうのは高いので、ずっと追い求めているよりは、適度な休憩っていうのはね、挟んだ方がいいと思います。アジングって、やられている方はわかると思うんですけど、まあまあ、頭使うじゃないですか。意外と使うんですよね。やってることは地味なんですけど、めちゃめちゃ頭使うので、適度な休憩っていうのはとってやった方がいいと思います。この時はもう、沖の一点だけ、手前は捨ててます。そうすると、あ、当たった、よっしゃ、来た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 、でかいわ、でかいわ、うん、でもし、あ、でかっ、まあ、同行者の方にね、救ってもらったんですが、はい、これね、まあまあの方だったんですよ。まあ尺まではなかったかな、でもそれでも、ただね、この季節にしてはいいのが釣れてくれたのでよかったかなと。やっぱ狙い通り沖の一点にいましたね。手前がね、めっちゃ浅かったのでね、そこまでもうアジ来ないだろうと思って沖を攻めてました。これハイフロートじゃないんでね。その後もね、ずっとね、30分ぐらいはやり続けたんですけど、何の当たりもなくて、もうまぐれ確定だなということで、
もうこの時はそれで終了でした。まあ帰らないといけないしね、結構遠くまで来てたので。で、まあアジもね、その一匹だけだったんですけど、言い方はね、あの小アジはたくさん釣れたんですけどね、楽しませてくれました。また行きたいと思います。終わっちゃったね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。